平平大大作作君公明党の平木大作でございます新型コロナウイルス感染症のが、まあ、国内で初めてか感染確認をされましてから1年が経過をいたしました。改めて1年前を振り返ってみますと、ま,あ、まさかここまで国内で、また世界でこの感染症が広がるということは、私自身はまあそうで予想することできませんでしたし、また今後についてもですね、今、 ワクチンですとか治療薬、さまざま、明るい証拠も見えてきておりますけれども、一方でいつこの戦いが終わるのかということについて、なかなかまあ今、見通しが立たない、そういう状況でもあるかなというふうに思っております。まあ、そこで今日は、特措の論点にですね入る前に、まず一つ、これまでのちょっと取り組みを振り返ってみたいというふうに思っております。あのまあ個々の論点入っていくと、もうきりがないわけでありますが、この点に関して、先週ですね、衆議院の予算委員会で、 新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂座長があのこの点あの、大きく3つに要約をしてご答弁されてましたので、改めてちょっとその点について確認をさせていただきたいと思っています。あの尾身座長、なんて言ってたかというと、ですね1点目が、今後の取り組みにおいて改善すべき点ということで3点挙げられてまして、1点目が効果的な情報発信ということであります。あのこの まあちょうど昨年の春はですねある意味、未知の感染症との戦いという認識の中で、国民の中に一体感があった、ただこれが時間とともにですねコロナ疲れみたいなものとも相まって、なかなかこの国民の皆さんの理解を得にくくなってきているという、こういう中でいかにしてこの皆様のご協力を得ていくのか、そういう効果的な情報の発信の仕方というものがやっぱり一つ改善していかなきゃいけない。点目が 政府自治体間での疫学情報の共有ということでありまして、あのこれはもういろいろ要因があるんだと思ってます、デジタル化ですとか、ノークレーですとか、個人情報をめぐって、やっぱり自治体間のいろんな超えなきゃいけない壁がある、こういう中で、まあ、なかなかこの疫学情報のというものの収集というものは、まあ、本来であれば感染症対策の一丁目一番地なんだけども、なかなかこれができない、スムーズにできない。 で尾身座長もです、ね、最もこの点がフラストレーションを感じたとまでおっしゃっております、まあ、ここをどう今後乗り越えていくのか、3点目に、責任と権限ということで、例えばこの検査のキャパシティを拡充していく、あるいは医療提供体制ですとか、保健所の機能の強化、まあ、こういった一つ一つのテーマについてです、ね、国と地方の役割分担というのがやっぱりもっと明確になって、そしてきちっとこの権限の一元化みたいなことを進めないと、どれもある意味、真ん中に落ちてしまうというかですね。 うまくいかなかったときに国と自治体の間で、まあ、ある意味、責任を押しつけ合うみたいな姿が国民の皆さんにもちょっと見えてきてしまっている、まあ、こういうこの3点について、ですねやっぱり改善していくべきだということでお話になっていて、私、とてもこれ、3つとも大事な点だというふうに思っておりますが、まず西村大臣にこの3点についてどう受け止められているのか、お伺いしたいと思います西村国務大臣、<laughs> えー、あのまさにあの平木委員ご指摘のように、尾身座長から、 海会長からあの非常に重要なご指摘をいただいたと思っておりますし、これまでおみい先生と議論する中で、やはりあのずっとこあの問題意識を抱えてこられたその点だと思います。特に三点一点目については効果的な情報発信で。 これあの私自身も日々記者会見をやったり SN、SNS で発信したりもしておりますけれども、なかなかあの十分にあの伝わらない部分もあって、これはコミュニケーションの専門家のアドバイスをいただきながら、時に尾身先生と一緒に会見をしたり、あるいはえ別の専門家の方と一緒にえ発信をしたり、いろんな工夫をしてきておりますけれども、この点、都道府県知事ともさらに一体となって、ワンボイスで 専門家も含めてワンボイスで一つの方針一つの事柄をしっかりと伝えていくということでさらに進化をさせていきたいというふうに考えております二点目のこの疫学情報の共有これもこの間私もずっと感じておりましたし専門家の皆さんはなかなかデータができ出てこないんでですね共有できないんで それで論文数も論論文文書けけないわけですね論文の数が日本は非常に少ないと言われましたけれども、データがそもそも集まってこなかった、ようやく話し出すのもですね、えー、きちんと動き出して、そしてその入力する作業なんかもより簡素化してこうやっていこうということで、進化をしてきておりますけれども、あのさらに今回、感染症法の改正において、ですねこういったことのおお取り組みを進めるということで、対応しておりますので、この点も、えー、やはりデータがないと対応はできないわけです。 わけであります。対応、対策を考えられないわけでありますので、ぜひこれは引き続き進めていきたいと思います。そして3点目、まさに検査、医療、保健所それぞれ実際には現場を持つ都道府県が。 責任を持ってやってもらうわけでありますけれども、しかし、それをやはり国としてしっかりとバックアップをしていかなきゃいけませんし、国が用意した支援策も十分に活用できていない面もあったんだろうというふうに思います。そうした中で、ご指摘のように、都道府県と連携をしながら、ですね予算はきちんと用意しても、それが迅速に執行されて、ですね病床の確保や保健所の負担軽減につながっていくように、これはさらに、これは厚労省中心の話ではありますが、 都道府県と国との関係、より緊密な連携を取りながら、そして責任を押し付け合うんではなくて、むしろ責任を共有するしながらですね、そしてやはり最終的な現場の知事が最もよく現状を把握しておられますので、知事に責任があるわけですけれども、そのことを。 知事を押し付けるんではなく、国は国でしっかりとバックアップしながらです、ね、支援策を迅速に使っていただけるように、より緊密な連携をして、対応していきたいというふうに考えております平林大作君、平木大作君失礼しますありがとうございます。あの極めててて私この3点大事だという,ふうに思ってまして そこでまあこの今、回の特措なわけでありますあの今まああの一つ一つの論点について、簡潔にご答弁いただきました、あのそれぞれですね、結局、この大事な問題、やっぱり3つクリアしていかないとなかなか感染症対策、前に進まないなという思いを私も共有するわけでありますが、具体的にじゃあ、この法案でこの3つの論点に、それぞれどうアプローチしているのか、でこれちょっと併せてぜひご答弁いただきたいと思ってますが、当初はこの特法というのは、コロナが、 との戦いがそもそも収束をしてから、落ち着いた環境の中で議論するというまあ方針だったわけでありますが、それを転じて、とにかく早く成立をまずしようと、改正を急ごうということになったわけでありまして、このなぜ急ぐようになったのかということころと併せて、ぜひご答弁をいただけたらと思います西村国務大臣。え私自身はです、ね、昨年3月6日にこの担当となり、そして法改正、そして4月5月に緊急事態宣言を発出をして、 経験を全、すべての国民にさまざまな不便、ご自粛をお願いして、感染を抑えてきた経験が積んできたところでありますが、夏にもまた感染拡大する、そしてその間、分からなかったこと、当時は学校をやっぱりすべて休校した、これはこれで専門家から評価もいただいたわけですけれども、しかし今、緊急事態宣言の下で学校は休校にする必要がないと、学校が起点となって地域に感染が、 クラスターとなって広がるということは、例がないと、極めて少ないということを専門家からもいただいて、学校は休校にはしておりません、こういったこと、いろんなことが分かってくる中で、ですね対応も進化してきておりますけれども、実は法改正も、ですねやはりこうした経験をこう積み重ねていく中で、何か一回経験したからそこでやろうということではなく、また新しいことも分かってきて、また改正しなきゃいけないということではなく、いろんな知見を積み重ね、経験を積み重ねる中で、そういったことの経験を整理した上で、 法律としてやるべきだという考え方が基本にあったわけでありますそれともう一点は今なお野党の皆さんの間でも考え方が分かれるようにこの強制力罰則というものについてですね文化会でも慎重なご意見もいただきました私も試験の制約を伴うということで慎重に法制局とも議論をして重ねてきたところでありますまさに憲法との関係も含めて 試験の制約を伴うものを最小限にしなきゃいけないという5条の規定のことも頭に置きながらですね、対応してきた、えー、ということもあって、ですね、えー、事態が収束した、落ち着いてからということを念頭に置いてたわけですけれども、しかし、えー、繰り返しになりますが、やはりできるだけ早く実効性の上がる形にしなきゃいけないという思いも、私自身、強く持ってたところであります。そううししたた中でで今回こうしたこれまで以上の大きなな流行となって 感染拡大した、えー、そして野党の皆さんからも法案が提出されてきた、えー、そうした中で、えー、まだ慎重にという議論も10月段階、そして分科会で言えば10月段階もそういう議論があり、12月、1月と経て、えー、ようやく全体として、 強制力を持つ措置について理解をいただいてきたということもあり、今回、提出と運びとなったと、そしてこうして与野党の協力の下で、早期に審議が行われることを改めて、野党の皆さんにも感謝申し上げたいというふうに思います平木大作君。あの少しもう、の今日の午前中からのですね議論もあ,のありますので、あまり細かいところ入るつもりはないんですが、改めて重要な論点についても確認をさせていただきたいと思います。 新設をされますまん延防止等重点措置についてですね、あのまあ最終的にこれ、はあの発令の要件、あるいは内容というものが政令に委ねられている、でまあ、国会の関与というものがまあ今、限られたものになっているわけであります。でまあ、審議を通じまして、例えば緊急事態宣言あ、緊急事態措置との違いということですとか、 あるいはこの休業要請は行い、今回、イン延募集の場合は行えないみたいなことも含めてですね、その内容についても、一部明らかになったところもあるわけでありますが、じゃあこれでこの恣意的運用に対する懸念が払拭できたか、やはりこれは政令の中でどう書ききるのかというところに、も大きくまだまだ委ねられているところがあるんだろうというふうに思っています。改めてですね あのこの要請に対して、国民の皆様の理解を得ていくためにもです、ね、もう一歩こう踏み込んで、あのこう要件についてぜひ明らかにしていただきたい、お示しいただきたいということと、この例えばそっち内容についてもです、ね、先ほどの休業要請は行えない、例えばこういうことは行っちゃいけないんだとかですね、あるいは行えることを限定列挙するみたいな、まあ、いろんな書きぶりがあるんだろうというふうに思っています、こういったところもきちっと取り組んでいただきたいと思ってますが、いかがでしょうかなお、内閣審議官。 お尋ねのまん延防止等重点措置を実施する必要があるのとして、政令で定める要件でございますけれども、現在考えているのは、まあ、大きく2つでございます。1つが、まあ、感染状況といいますか、新規陽性者数、例えば新規陽性者数、新規陽性者数との発生状況を踏まえ、ある地域において感染が拡大しており、まあ、都道府県内にさらに拡大するおそれがあると、まあ、そういった要素が1個、それからもう1個は医療提供体制でございまして、それに伴い感染拡大に伴って、 医療の提供に支障がが生ずるるる恐れれあとと認めらまた、まん延防止等重点措置の期間、区域の指定変更にあたりましては、基本的対処方針を変更して、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるという必要がございます。これにつきましては、法第18条第,14第4項でございまして、専門家の意見を聞くことになってございます。 また、現に試験を制限することになります、要請または命令、これを行う必要があるか、これを都道府県知事が判断するにあたりましても、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければならない、これは法律上確保、担保されてございます。これらによりまして、まん延防止等重点措置の決定、あるいは都道府県知事の要請等につきましては、恣意的な運用はされない仕組みとしてございます。ままたた措置内容の話はございました これはの、施設の休業といったことは、まん延防止等重点措置においては書かれていないわけでございまして、えーまあ、法律のほかに、政令でも、まあ、規定しうるという仕組みでございますけれども、まあ、政令におきましては、あ例えば入場者の整理とか、発熱症状を呈している者の,の入場禁止、それから従業員に検査を受けることの干渉、まあ、こういったことを定めることを想定してございまして、 営業時間の変更よりも、試験制限の程度が小さなものを規定する予定でございます平木大作君。もう一点、まあ、これも大事な論点でありますので、確認をしておきたいんですが、あの先ほど来、何度も出ております、特捜63条の2で定めております、支援に必要な財政上の措置ということであります。あのまあ、これもうやはりあの同じ論点でですのでちょっとまとまめてく まお伺いしてしまいますが、あのまあ、主な論点、主要なところでいくと大体3つあるんだろうというふうに思ってまして、まあ、1つが憲法29条3項で定める財産権との整理、この法律はどうなっているのかで、2点目として罰則と支援のバランスがきちんと取れたものになっているのかどうか、で3点目として、事業継続に向けた十分性ということで。 ありまして、まあ、この3点についてですねあの改めて、えー、しっかりやっていただきたいと思いますが分かりやすくお示しいただけたらと思いますなお内閣審議官はい、お答え申し上げます3点ご質問いただきましたがまず1点目憲法で定める財産権との整理でございますこれはあの今回の特措法の制定時の議論でありますとか憲法第29条等に係る判例を整理した上で今回の改正法においては保障という考え方を取らないと いいうものでございますえ具体的には憲法29条3項というのがございまして、私有財産は正当な保障のもとに、これを公表のために用いることができるという規定でございますけれども、まあ、通常、特別の犠牲として損失を保障しなければならない場合といたしましては、特定の個人に対する財産権の侵害であり、社会的制約として受任すべき限度を超えていると考えられること、これは該当するとされてございます。えまたあの、最高裁判例におきましても、 えー、保障の予費につきまして、えー、昭和43年の最高裁、河川付近地制限令事件というのがございまして、えー、ここで、えーまあ、一般的な制限なのかどうか、それから財産上の制限の程度と、まあ、こういったことを考慮して、えー、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば、辞任すべきものであり、損失保障を要件でしないと、まあ、そういった判例もあると承知してございます。 それから特措法制定時におきましても、休業等を要請したといたしましても、事業活動に内在する制約であるということから、まあ、特別な犠牲に当たらず、憲法29条3項の損失訴訟の対象とはならないということでございます。これはあの簡潔に申しますと、まあ、新型インフルエンザ等対策というのは、まあ、幅広く実施されて、えー、特定の方に特別な偽装を課すものではないと。それから制約の程度も 社会生活において一般的に要求されている住人のゲーを超えるほど本質的なものではないということでございますこれらの基本的な考え方につきましては今回の緊急遺体措置の改正でありますとかまん延防止等重点措置の創設に際してもまあ、新たに過量の適用があることになっても基本的に当てはまるものと認識してございます 一方、今般、国、地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援すると、そのための必要な措置を講ずる意味も明記してございまして、その意味では事業者への影響を緩和されるとも考えられるわけでございます。まん延防止等重点措置や緊急事態宣言発出時の具体的な支援内容につきましては、これは改正法の趣旨に基づいて設定されるわけでございますけれども、要請による経営への影響の度合い等を勘案して、必要な支援となるように適切に対応してまいりたいと思います。 それからあ、えー、事業規模に応じた支援でございますが、あまあ、厳しい影響を受ける事業者の方々を支援するために、えー、協力要請推進枠、まあ、これはあの月額換算最大180万まで拡充してございます、それから雇用調整助成金、これで人件費最大10分の10の助成を行っているというもんでございます平木大作君。 あのまあ3点について今、ご答弁いただきました、まあ、あの最後はです、ね、やはり事業者の皆さんが納得感を持って、この要請を受けていただけるかどうかというところでありまして、まあ、そこでやはり重要なのは、この具体的な財政的な支援が、どの程度しっかりと細かいところにも目配りが効いたものになっているかということかと思っていますで。国が一律でやるる支援とといううのはどうしてもその月180万円とかです、ねまあ,ある程度こう 提携のものというか、一律のものにやっぱりならざるを得ないんだろうというふうに思いますが、同時に、先ほど大臣からご答弁もありましたけれども、あの 自治体が行うこの地域の実情に応じた形での、まあ、よりきめ細かな支援というものをです、ね、ぜひとも財政上も含めてしっかりバックアップしていただきたい、あの一昨日も党としてあの、中小事業者支援に対する緊急提言ということで、官房長官のところにもお持ちいたしましたけれども、あの今回の,あの3次制の地方単独分1兆円ですね、こういったものもご活用いただきながら、しっかりとこの自治体の取り組み、後押しをしていただきたいと思います。 残りの時間を使いまして、まあの現在準備が進んでおります。ワクチン接種に関連するいくつかの問いをお伺いしていきたいと思っております。あの現在、あのワクチンナショナリズムというま言葉がだいぶ聞かれるようになってきておりまして。あのこの？ 各国が自国のワクチン確保に奔走する現状というものがあるわけでありますが、これも WHO の方から再三にわたって発信があるとおり、こうした取り組みというのは基本的にパンデミックの収束を遅らせるだけのものでありまして、改善が急務であります。これ結構誤解があってですね あの資金力がある先進国とそうでない途上国とのなんか取り合いみたいな形で捉えている方も結構いるんですけど、違うんですね、当然そこの対立ってあるわけでありますが、あの今、特にこのワクチンナショナリズム、顕著なのが EU でありまして。あの EU も当初は、このワクチンの確保は基本的に EU として一括して抑えた上で、加盟国に分配をしていくという方策を取っていたわけですが、実は EU 当初、これ、確保したのが、製薬会社と契約したのが、EU 域内人口の5倍分、ワクチンを一旦確保したと、これどうなんだというのが1個あるわけでありますけれども、その後で結局、製薬会社のいろいろなご事情によりまして、その供給が遅れていると。 いう事態を受けてその5倍確保したものは確保したまま、ですね今度は各国が、えー、いわゆる生産工場のキャパシティを今、抑えにいっているということがありまして、インドの工場はどの国が抑えたとかですね、まあ、そういうちょっと取り合いに今なってしまっている、えー、状況があります。改めてでですね、まあ、こういった体制の中でさらに まあ言うとして先日あの、いきなり生産したワクチンについては輸出制限措置の導入ということも今、表明しているところでありまして、これ、日本にも本当に他人事ではない今、状況なわけです。で本来でしたらば、この感染症のようなです、ねまあ、国境を越えて広がっていく問題に対しては、当然、国際社会が連携して取り組まなきゃいけないわけでありますけれども、まあ、WHO がその期待されるようなその機能ってなかなか今、発揮できないという状況にあるわけです。あの少しは明るい材料もあって まあの米国では政権交代に伴って、WHO への残留ということと、それから COVAX ファシリティにも参画をするというま方針転換がなされたということで、少し明るい材料もあるわけでありますけれども、改めてですねこの多国間主義に戻ってきた米国とも力を合わせながら、日本がちきちんとこれ、WHO を司令塔とした国際協調の在り方、これからのワクチンの供給の,この交通整理といったもの、をしっかりリーダーシップ取っていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。 厚生労働省大臣官房、井内総括審議官。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の収束のためには、開発途上国を含む世界全体で安全で有効なワクチン等への公平なアクセスが確保されることが必要と考えておりまして、このような観点から、我が国は国際的枠組みによる取り組みを支援してきているところでございます。具体的にはワクチンにつきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチンの共同購入の枠組みであります。 コバックスファシリティを通じた開発途上国向け支援に1.3億ドル以上を拠出することを発表しておりまして、そのうちすでに3000万ドルを拠出するなどしているところでございます。一方、ワクチンの確保につきましては、ご指摘のとおり、先進国が自国分の確保を優先するワクチンナショナリズムの課題も、WHO 事務局長等からも指摘されているものと承知しております。先般、米国により WHO からの脱退通知を撤回する群れ等の 表明がありましたが、厚生労働省といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策等をはじめとした国際保健課題に対しまして、引き続き WHO や米国を含む各国と緊密に連携しながら対応していく考えでございます。平木大作君 あのこれまでのですね日本のワクチン確保の取り組みっていうのは私はあの素晴らしいものがあると思っています。あの当然日本国内の分についてはですねこの開発で先行する3社とま契約を結んでまず確保する。まあその上でえ実は先進国が当初はためらっていた小惑星の加入というところについて。 あ,ある意味、他の国に先駆けて、先進国に先駆けて、表明、参画をまあ表明することで呼び水となったという意味では、大変これ、高く評価されるべき取り組みなんだろうというふうに思っています。でこのまあ,ある意味、国内の確保、そして国際社会に対する貢献というですねバランスの取れた取り組み、してきたわけですが、ただちょっとここにきて、先ほど申し上げたように、ワクチン供給。 をめぐる混乱というものがちょっと顕著になってきている。え、日本にこれからまどれだけワクチンが入ってくるのかというところも含めて若干不安材料が今出てきているわけであります。で、こうした中、あの先日イギリスのアストラゼネカ社がですね、日本国内で4500万人分以上のワクチンを生産する方針を固めた。で、まあ今月中にも国内で製造販売の 承認申請を行ううとといいことも見込まれているわけであります、まあ、ある意味です、ね、このきちっと自国内も供給を確保していかなければいけないという中で、まあ、一番コントロールの効く国内で作ることができるんであれば、これはもう朗報なわけであります。ぜひともです、ね、これ、原材料の確保みたいなことも含めて、あの万全の支援していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。か健康局長 お答えします厚生労働省としては新型コロナウイルスをはじめとした予期せぬ感染症に対するワクチンについて国内で生産ができる体制を確立しておくことは大変重要だと考えておりますこのため第2次補正予算においてアストラゼネカ社の国内生産体制の整備について支援を進めているところでありますワクチンを国内で生産できる体制を確立することは重要であり 引き続き整備をしっかりと進めていきたいと考えております平木大作君あのこれ、本当にいわゆるまあファシリティっというんですかね、まあ、の工場をしっかり作るみたいなのもそうなんですけれども、原材料の確保も含めて、ですねこれ、思わぬところがボトルネックにやっぱりなるんだろうというふうに思っています。 あのもうこの数年、国内でちょっとまあ直接関連はしませんけれども、いわゆる国内での減薬供給確保の重要性ということは、この国会でも何度も議論されてきているところでありますし、インフルエンザワクチンに関して言うと、ですねあの卵をどれだけ確保するのかというところがやっぱりボトルネックになりうるという意味で、ちょっとコロナのワクチン生産に何がボトルネックになり得るのか、私自身は知見がありませんけれども、そういったところも含めてしっかり目配りをしていただきたい、取り組みをしていただきたいと思います。 でちょっと時間が押してまいりましたので、すいません、1問ちょっと飛ばさせていただいて、あの集団接種への準備という観点で質問させていただきたいと思います。あのこれ、先日、川崎市の方でですね運営訓練が行われたり、あるいは今、厚労省とあの自治体との間での説明会なども行っていただいております。様々今準備進んでででいるわけですがあの、まあ、この中で 当然これあのいろんなやり取りの中で課題を見つけて、クリアしていっていただきたいというふうに思ってますが、のこの説明会でも使われた資料の中で、ですね例えばこの市区町村の取り組みの中に、こういう記載があるんです、接種会場ごとの接種可能人数を可能な限り多くすると。 まあこういうことが求められていまして、あのまあ、これ、当然ですね、その1倍あたりこう、まあ、6人ぐらい接種ができるということでありますから、まあ、これをなるべく最大限活用して、無駄に残したり、廃棄したりしないようにということも含めて、こういった要求があるのかというふうに思っておりますが、まあ、一方で、この準備に追われている自治体からするとです、ね、一つは、果たしてワクチンがどういう単位で、どのタイミングで供給されてくるのかということがなかなかまだわからない、情報がない。で一方でまあ需要側としても 実際にこれまあ例えば高齢者とかですね年齢で分けたら何人ぐらい人口がいるのかってことは分かるわけでありますけども希望される方が。 どのくらいいらっしゃるのかということは聞いてみないと分かりませんし、あるいは基礎疾患がある方というのはデータベースがありませんから、まあ、ある意味手を挙げていただくしかないんだろうというふうに思ってますけれども、まあ、こういったものも含めて、これ本当に実は需要面、供給面、両面であの難しい多分判断を迫られるんだろうというふうに思っています。こ、まあ、こういううい中中でででですねれれ午前中の質疑もも少しし似たたような論点でありましたけれども これやっぱり自治体がなるべく迷いなく準備進めれるように、今後ものなるべくですね例えば、先日の,あの運営訓練においても、ちょっと問診の時間が想定よりもだいぶかかったなとか、ここどう短くしようかみたいなことは、いろんなパターンを想定して準備進めていただきたい、これ、しっかりと聖地に作り込んでいただきたいんですけども、一方で、例えばですねあの予約せずに来場してしまった高齢者の方を予約票がないから追い返すのかとかですね。 えー、忘れちゃった、あのクーポンを持ってて、該当者なんだけども、会場に持ってくるのを忘れたっていう方をです、ね、クーポンないから打てませんと言って返してしまうのかみたいなことについては、ある意味、これ、柔軟にやるかどうかで、えー、このワクチンの大量廃棄みたいなことを回避する上でも、極めて私、重要なことだなというふうに思っております。このある程度、現場に接種の可否含めてです、ね、裁量を持たせるということをぜひご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか小林健康局長。 お答えします自治体における接種体制の構築に向けては、説明会の開催や通知等により、自治体に対し準備必要な事項をお示ししており、今後も自治体の準備状況等を踏まえて、きめ細かな調整を行っていくこととしているほか、ご指摘のように、1月27日には、川崎市等の共催でワクチン接種訓練を実施したところであり、 訓練で見られた得られた知見については、全国の自治体に提供することを予定しているなど、支援を行っているところであり、引き続き接種体制の構築や円滑に進むように取り組んでまいりたいと考えています。また、ワクチン接種に際しては、接種を実施する医療機関や市町村で予約を受け付けることとしていますが、今後、新型コロナワクチン接種を受けられる医療機関等の空き状況等を確認できる、 コロナワクチンナビを公開する予定であり、これにより接種を希望する方の予約が円滑化されるものと考えております。こうした仕組みを通じて、各自治体においては、できる限りワクチンの廃棄が生じないよう取り組んでいただきつつ、適切な周知や案内を行うことにより、余剰となったワクチンを予約のない人も含め、 その時点での接種順位に該当する方に接種していただいてもう差し支えないと考えています一方やむを得ない事情により接種順位に関わらず接種を認めることについてはあ午前中もあの大臣がご答弁申し上げましたが公平性や現場での実務の観点を踏まえつつ慎重に検討してまいりたいと考えております平木大作君 あのぜひご検討よろしくお願いいたします。あのすいません何問か残してしまいましたけれどももう終わりの時間迫ってますので以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 柴田匠君。